ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。メルセデスのハミルトンが2025年にフェラーリに移籍の話題です。ルイス・ハミルトンのフェラーリ移籍が決まりました。メルセデスは次のようにコメントを発表しています。メルセデス AMG ペトロナス F1 チームとルイス・ハミルトンは2024年シーズン限りで決別する。ルイスは昨年発表された契約解除オプションを有効にした。コリエレ・デラセラ氏によると、フェラーリは現在7度のワールドチャンピオンに輝いたハミルトンとの契約を望んでいて、ハミルトンはすでにフェラーリ会長のジョン・エルカーンと話し合いを持っていたと言われています。ハミルトンのメルセデスとの契約はまだ2025年末まで残っていますが、噂によると2年目にはオプションがついており、ハミルトンは2024年いっぱいで退団することになります。現在のフェラーリドライバーであるカルロス・サインツとの契約交渉が遅々として進んでいませんでした。シャルル・ルクレールは最近フェラーリと複数年の新しい契約を結びました。ハミルトンはウィンターブレイク中にレッドブルとの差を十分に縮められると、完全にはメルセデスチームを信頼していなかったかもしれません。マクラーレンが2023年に大きくジャンプしたように、メルセデスもそうなることを望んでいたようです。またハミルトンは F1 キャリアでほとんどのことを成し遂げていますが、フェラーリドライバーになったことはありません。誰しもが憧れのフェラーリのシートに座ってみたいと思う中、ハミルトンだけがそう思わないということは考えづらいことです。2021年のスカイスポーツのインタビューで、ハミルトンはフェラーリについて次のように語っています。フェラーリでドライブしたことがないなんて間違いなくクレイジーになる。元 F1 ワールドチャンピオンのジェンソン・バトンはスカイスポーツで次のように語っています。赤いフェラーリを見て、あのチームでレースをしたいと思うはずだ。ハミルトンにとってフェラーリ移籍は特別なもの。フェラーリのエルカーン会長が過去には直接動き、7度の世界チャンピオンであるハミルトンにフェラーリに来てほしいと願っていたそうです。フレデリック・バスールは、ハミルトンは会長の願望というだけでなく、個人的にもハミルトンと良好な関係を築いてきました。ハミルトンの移籍にあたり、メルセデスのコメントは次の通りです。メルセデス AMG ペトロナス F1 チームとルイス・ハミルトンは2024年シーズン限りで決別する。ルイスは昨年8月に発表された契約解除オプションを有効にしたため、シルバーアローでドライブするのは今シーズンが最後となる。メルセデス・ベンツとは17年間、ワークスチームとは11年間にわたる F1 でのパートナーシップに終止符が打たれることになる。メルセデスチーム代表のトトボルフは次のようにコメントしています。チームとドライバーの組み合わせという点では、ルイスとの関係は F1 がこれまで経験した中で最も成功したものとなった。ルイスはメルセデスのモータースポーツの歴史において常に重要な存在であり続けるだろうし、それは我々が誇りを持って振り返ることができるものだ。しかし我々のパートナーシップはいつかは自然に終わりを迎えるものであり、その日が今やってきた。我々はルイスが新たな挑戦を求める決断をしたことを受け入れており、将来へのチャンスは考えるだけでもワクワクするものだ。しかし今はまだ1シーズンが残っており、力強い2024年を実現するためにレースに集中している。ハミルトンは次のようにコメントしています。このチームで素晴らしい11年間を過ごすことができた。13歳の時からメルセデスは僕の人生の一部だった。メルセデスは僕が成長した場所だから、ここを去る決断をするのはこれまでで最も難しい決断の一つだった。でもこの一歩を踏み出すべき時が来たし、新たな挑戦にワクワクしている。メルセデスファミリーの素晴らしいサポート、特にトトの友情とリーダーシップには一生感謝する。今シーズン
最高のパフォーマンスを発揮し、シルバーアローズでのラストイヤーを忘れられないものにするために 100% 全力を尽くしている。また現在のフェラーリドライバーのカルロス・サインツは、フェラーリとは2024年末までの契約となり、サインツの今後についてはいずれ時が来たらお知らせするとサインツの SNS で発表がありました。ハミルトンはいよいよフェラーリで2025年から新たな挑戦をすることになります。ハミルトンにもまた注目していきたいと思います。メルセデスのハミルトンが2025年にフェラーリに移籍の話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。